そう、それで、今ちょっと止まっちゃって続きなんですけど、まあ、ジョジョなんかもありまして、でもその、ジョジョですら、その、要は、こう、なんですかね、要はメイン、まあメインっていうかめっちゃ面白いんですけど、それ以外にもだから、いろいろな漫画があったんで、そうだ、ワンピースも当時あれだったんですね。多分僕の記憶によると単発でやってたんですよね。単発でなんかこうやってて、で多分割とその好評だったから、もう一回お願いします、もう一回お願いしますみたいな感じで、毎週じゃなかったんですけど、なんか定期的になんかそのワンピースのなんか全身っていうか、まあワンピースなんですけど、多分のまあその連載になる前の感じだったんですよね、うん、でまあその単発で、でまあ単発打ち切りみたいな感じの結構当時あったんですよね。一回切りでおしまいみたいなのがあって、でワンピースは多分まあ好評だったから、まあこう繰り返していくうちに連載に至ったっていう話だと思うんですけど、当時だから中結構後の方だったと思うんですよね。中学に入ってからぐらいなんで、1996年から1999年ぐらいに多分間にそのワンピースがそういう感じで、で当時はその打ち切りのやつ見てたんですよ、僕。打ち切りのワンピースは見てたんですよね。なんか船の上で、その要はルフィが、なんか泳げないみたいなのを見てたんで覚えてるんですけど、それ以降は、ちょうどその高校入ってから、あたりにそのワンピースが連載されたんで見てないんですよね。1997年以降だと思うんですよ。高校1年から野球始めたんで、97年なんで、それが。それで、多分そういう時系列で言うと多分それで間違いないと思うんですけど、見てないんで。で、まあそのこち亀なんかもありましたし、こち亀とか、まあこち亀も当時は、全く興味なかったんですよね。あんまり絵も好きじゃないっていうか、まあ絵うまいと思うんですけど、ちょっとその情報量が、当時の僕にとってはちょっと多すぎなのと、その内容がちょっと分かんなかったっていうのがあったんですよね。あんまり時事ネタっていうか、社会の全般的なことにあんまり興味なくて、なんか、内容があんまり興味なかったんですよ。取り上げてる。例えばそのラジコンとか、最新の時事ネタとか、そういうのを、漫画で、まあ、わかるみたいな話だと思うんですけど、あんまり興味なかったんですね。読んでなかったんですけど、まあ、ルロニケンシンとかも読んでましたし、あと、変態仮面とかもありましたし、そう。あとあれだ。あれ？マサルさんだ。マサルさんとか。あれ？マサルさん？マサルさんとか、すごいマサルさんとか、そうだ、マサルさんもすごかったんですよね、当時。幕張だけじゃなかったんですよね。当時だから、そういうギャグ漫画的なのって、本当にもう幕張だけじゃなくて、マサルさんとか、変態仮面とか、もうなんか、すごかったんですよね、なんか、本当に。うん。ジャンプねー。